五条川と下半に植えられている桜。清洲城と桜清洲城は、尾張国カス郡イ清洲にあった、日本の城である。尾張国の中心部に位置し、一時期尾張国の守護所として栄え、京鎌倉王冠と伊勢海道が合流し、中仙道にも連絡する交通の要所として、重視された。欧栄12年、オワリ、東東越前守護の官僚、芝吉重によって築城。 または、平和元年とも。当初は、尾張守護所である、下津城の別格として建てられたが、文明8年に守護大尾田家の内紛により下津城が消失し、文明10年に守護所が清津城に移転することで、尾張国の中心地となった。一時期、織田団多大家の当主、織田信秀が、清津奉行として居城した以外は常に、清津織田氏の居城としてあり、 終わりした四軍を支配する守護大織田家の本城として機能した。織田信秀が小渡り城に拠点を移すと守護大織田信友が入城したが、工事元年織田信長と結んだ織田信光によって信友が殺害され、以降信長が名古屋城から移って大改修を加えた後本拠として居城した。信長はこの城から桶狭間の戦いに出陣するなど、 約10年間清洲を居城とした。1562年には、信長と徳川家康との間で同盟がこの城で結ばれた。A66 年には、美濃国際闘志との戦に備えて、小牧山城に移り、以後は万城となった。天正10年の本能寺の変で、信長が倒れると、清洲城にて、清洲会議が行われ、城は、次男、織田信夫が相続した。 天正十四年に、信夫によって二重の堀の不審、大天守、小天守、書院などの造営が行われている。小田原征伐後の豊臣秀吉の国替え命令に、信夫が逆らって、上封され、豊臣秀寺の所領に組み込まれた後、文禄四年には、福島正則の居城となった。慶長五年の関ヶ原の戦いの終わりには、東軍の広報拠点として利用され、戦後は、 秋に天保した福島正則に代わり徳川家康の四男、松平忠義が入るが、忠義が関ヶ原の戦勝が元で病死すると、慶長十二年には家康の旧男、徳川義直が入城し、清洲藩の本拠となった。慶長十四年、徳川家康によって清洲から名古屋への戦府が指令されると、慶長十五年より清洲城下町は名古屋城下に移転された。 清洲城も名古屋城追記の際の資材として利用され、特に名古屋城を吹け丸西北住倉は清洲城天守の資材を転用して作られたため清須櫓とも呼ばれる。慶長18年名古屋城の完成と城下町の移転が完了したことにより廃城となった。現在、城石は開発によって大部分は消失し、さらに東海道本線と東海道新幹線に 分断されており、現在は、本丸土類の一部が残るのみである。東海道本線以南の城石に信長の銅像が、伊北の城石に、清洲城石検証碑がある。なお、現在城市のすぐ横を流れる五条川の五岸工事の際に発掘された石垣の一部が、公園内に復元されている。現在の天守は、平成元年に、旧、清瀬町の調整100周年を記念して、 清ス城跡に隣接する清須市清ス地域、文化広場内に建設された鉄筋コンクリート造りの模擬天守である。創建当時の絵図が残っていないため、その規模も不明である。そのため、外観や規模は、実在した当時を想像して設計された。建造された天守は、桃山時代の城を再現するデザインで、江戸時代の漆喰塗り。 めぐるの白い城とは異なる装飾に富んだ姿となっている。また、清洲城の天守、または商天守の部材を転用、または移築したものとされる、名古屋城を吹け丸に敷きた北住倉は現存し、重要文化財に指定されている。尾張旭市の両福寺三門は裏門を移築したものと言われ、市の文化財に指定されている。また、 名古屋市の含む荒井寺と長久寺の山門も移築された門として伝わっている。清洲城の障壁側は一部が総儀寺に移されて現存し、愛知県指定有形文化財に指定されている。総福寺にも清洲城の社地と伝わっているものがある。平成23年に行われた周辺の発掘調査で平安時代の集落後、清洲城下町時代の後、 清須塾時代の遺構や遺物が発見された。なお、2010年1月に、清須市の清須越400年事業の PR 役として、フィギュアスケート選手、小田信成が清須城の名誉城主に就任している。昭和63年度に実施された五条川河川改修に伴う発掘調査で、清洲城下に、新旧2回の地震による液状化の痕跡が発見され、 新規のものは、脳尾地震、旧規のものは、天正13年11月29日の天正地震による可能性が高いことが判明した。これにより、前述の天正14年に、信夫によって行われた、清洲城の大改修は、天正地震が景気だった可能性が高いと考察された。現代に見る清洲越しの距離感、清洲城模擬天守から見た、名古屋城。 2009年2月、地域や城郭の名称として、清スを表記する際、清スを使う場合と、清スを使う場合がある。どちらも正しく、同じ地域や城を示している。伊勢神宮城を記録した14世紀中頃の、神大鳥章に、清クリアとして記載されているのが、最古の記載としているが小説ある。信長後期では、清ス・三河物語では、 清須と記載されている。解放名称市名古屋城西南住屋蔵東南住屋蔵西北住屋蔵文化財ナビ愛知2020年3月1日、閲覧清須城下町遺跡現地説明会資料、清須越400年事業ニュース、清須市、2010年1月1日、P3、森雄一、鈴木正隆。愛知県清須城下町遺跡における、 地震根の発見とその意義。活断層研究 7P63P6919892011 年9月12日。閲覧。ありがとうございます。